堀江さんも10年ぐらい前に僕編集してた本じゃないですけど、なんか日本が安くなるみたいなの書いたじゃないですか。まあ堀江さん言ってることって10、大体10年遅れぐらいに現実化するんですけど、治安が悪くなるんですよね、貧しくなると。スラム街とかできるんですかね、日本。まあ、日本は貧しくなると言っても結局自然環境はいいから、ある程度、実はそこまで悪くならないんだよ。だから、まあ、南国のトンガとかがどんな貧乏でも果物食べれるみたいなことですよね。だから別に、だからある種の自給自足的に生活には困らないってことですもんね。確かに。だからそうっすよね。だから資源が何もない国が貧しくなると本当にやばいけど、まあ、日本はぶっちゃけ国際的に貧しくなっても、まあ美味しいもんあるしってことになるってことですよ。多分そう。そうなってくると、この後どうなるんですか？僕本当純粋に知りたいんですけど、円安、今、円経高に済、なってる。絶あ、対円高になる。円高になるんですか？そうだよ。なんで？なんでかっていうと、金利が上がるから。どこの？で、なんで金利が上がるんですよ。どこの金利が上がるんですか？何？僕、本当詳しく長ない。期金利、国債の長期金利が上がるんですよ。ただどういうことかっていうと、金融引き締めになるわけ。要はコロナでめちゃくちゃ金融緩和してたでしょ、世界的にね。ジャブジャブにしましジャたよブジャね。ブに補助金とかも出しまくってたじゃん。で、金利も下げて、投資を促すみたいなことずっとやり続けてたんだけど、もうアメリカとか欧米はもうすでにそれがインフレに勝手になって、なりで、ますね。金利がめちゃくちゃ上がってるわけ。長期金利っていうのがベースになるわけですよ。要は国債の長期金利っていうのが、その全体のその銀行の貸付金利とかのベースになるわけですよ。そこにそのスプレッドっていうさやを1%とか入れて、銀行は貸してるわけ。だから今、日本だと1点、最安だと1.2%とかで金借りれるんじゃん。住宅ローンとかでも2、3%ぐらいで借りれるんじゃん。それは長期金利が 0. 何パーセント台だからなんですよ、国債は。だから借りた方が要得。は簡単に言うと、銀行は国債を買うよりも、まあ要は金利が上がってくると、銀行は国債をこうかか国債を買って貸し出しをしなくなるわけ。銀行はさ、まあ貸し付けで儲けるんだけど、国債を買った方が安いんだったら、儲かるんだったら国債を買うわけですよ。買う。国債の金利が上がっていくと、どうやっても国債を買うか、金を貸し付けるかなわけどっでちすか？よ。A かまあ、要 B はか。国債っていうのは国の借金だから、国に金を貸してるようなもんなんですよ。だから国に金を貸すか、個人とか法人に金を出すかっていう。わかりやすい。で、長期金利が上がると、インフレになるし、円の価値は上がるわけですよ。そ れは市場金にが出減てるる、から。え？そう、市円が場減るに出から。る現金の量は減るわけですよ。だから相対的に円の価値が上がる。だから円高になると。長で、期金利上がるって発表されてるんでしたっけ？発表されてないけど、岸田さんとか麻生さんの LINE はそっち派なのよ。へえ。